はい、えー、それでは始めてまいります皆さんこんにちは、えー、これより卓一ターゲット攻略講座、えー、体験模擬講義の方を始めてまい,い,き,いきたいと思います単と私レクセニー講師根本が行います、えー、実際に卓一ターゲット攻略講座、えー、その1コマの半分、えー、程度のことを説明していこうと思いますでまずこの講座どんなものなのかを軽く説明していこうと思います、えー、今回のレジメがありますが1ページ目を出してください えー、レベルを体感卓越タ,ターゲット攻略講座模擬講義とタイトルが振ってありますポイント1インプットとアウトプットを一挙にできる画期的テキスト、えー、本講座のテキストは見開きで左ページ丸抜式の足別問題右ページまとめ図表というレイアウトにしていますこれにより1丸抜問題で間違えたものをまとめ図表でインプットできる2まとめ図表で覚えたものを丸抜で確認するということができます具体的にはレジュメの方で言うと10ページあたりをから見てください えー、10ページの方左側が過去問ですもしくはオリジナルと書いてあれありませんこのページはないかなあ一番下10番かオリジナルこれが当連問題です一方これに対応する図表が右のページの図表です左が問題で右がそれに対応する図表になっていますよく言われるんです「過去問何年度分やればいいですか?」と。 当連は何をやればいいんですか。だからまとめました私が必要だと思っている過去問は左に入れましたそして左に入れた後、過去4年分実力要請編の問題を全部見てこれは入れたいなと思ったものをどんどん左側に入れました左側に載っているのは必要な過去問足と当連問題と思ってくださいでそれに対応するのが右のページの図表です 左のバツの答えは、えー、知識は右の図表のどっかにあります左のバツの答えは右の図表のどっかにあります具体的に言うと右のページの図表に星1星2星3とどっかにいろいろ入ってませんかねそれが左側の問題と連動しています例えば左側の問題の1番を間違えた方は右のページの図表の一番上一番上に信託登記手続き 申請構造単独申請星の1ってありますよねこの知識がないから解けないとこっから持ってきてますよってことを表しています左が問題で右が図表でその図表どこの知識なのかが載っているんですでこれをやりながら問題を解く間違える問題を解く間違えるそしたら右のページの図表を見るで右のページの図表を見て 自分はどこの知識が足りないか自分はどの知識がないから間違えるのかとその間違えた知識それを図表にどんどんマークしていってくださいどこの知識がないからなのかただこの作業で怖いのが右の知識は知ってるのに左の問題を間違えた場合です知識は分かっているのに間違えた場合ですつまり当てはめができないってことなんですよ 繰り返します。す、えー、重要な点の一つ目なんですよ。知識があるけど間違える当てはめる力がないってことなんですよ正当率に差を設ける方法の一つが当てはめ問題なんですよ。知識は分かってる条文通り出せばみんな当たってくるでもそれを事例化するといきなり正当率がトンと落ちると当てはめ能力があるかどうかっていうのを確認してほしいんですね もう一つまずい事態があってね。それはね。左の問題はわかるんだけど、当たるんだけど。右の知識が思い出せない。最悪です。もう一回言いますよ。左の問題は当たるんだけど。右の知識が思い出せない。何を意味するか。問題だけ覚えてるってこと。だから問題は解けるけど。いや、これ見たら大体丸なんだよね。知識はよくわかんないけどと。 もうそれは完全に問題丸暗記の勉強になってます。こういう方はよくひねられるとやられるって方向に行くんです。このような図えもえテキストの作りにしているので、今のようなことはわかるんです。当てはめができてな、知識がないのか、当てはめができてないのか、問題だけ覚えているのか。それがこのテキストの定裁でできるようになります。 1>, 1ページの方に戻ってやっててやください、はいはページの方に戻りまして今度下の方ポイント3とポイント2は、ね、次のページに入れてます後にします講義中に問題演習を導入だから知識の入り方が違う。 えこの講座はインプットアウトプットの時間を十分取れない受験生に聞く講義教材講義内容になっています具体的にはと書いてあります先ほど問題が左側に載ってますよね全部の問題ではありませんが講義中に解く時間をときま取りますでこの問題1から11までやってみてください用意スタートとやってもらいますでその後に右のページの図表を使って説明をしていきます左で一旦解くそして右のえ説明をする 正直演習の時間があるから教える時間って減るんですですが解いてから入るからやるからね解いてからインプット聞くから入りが違うんですよこれは間違いないんですとにかく記憶に入れるってことを念頭に作りましただから解いてから講座講義をするというスタンスにしていますでその時にやめてほしいのが 事前に問題を解いてくることです。それは絶対にやめてください。事前に問題解いても覚えてないんですよ。で、その場で問題を解いて、問題意識を、ね、持った上で講義を聞く。だから頭に入るんです。だから事前に解くのは NG です。また、ウェブ通信の方、止めるのも NG です。えというのも、実際これやってもらいますが、ばーっと皆さんの感覚を見て、 3分の2ぐらいの方が解き終わったところでストップと言いますでそこまで終わっていればあ自分は他の受験生と同じぐらいのスピードなんだなとって分かるしストップって言った時に終わってなかったってことはあ自分遅いんだってことが分かるんです早く解こう早く解こうという意識がないと人間は早く解けませんそういった意味もあるのでウェブの方も絶対に止めないでやってくださいた択はこれぐらいにしましょう じゃあやっていきましょうかレジュメの方ですが10ページ開けてくださいで今回は新託登記を選択しましたさあやってみましょうかえっ、ー、と10ページ1から11です1から11ぜひ間違えた問題はマークかなんか教えてください1から11用意スタート 早い人が7番ぐらいでしょうかね。 間違った問題はね。なんかマークかなんかはね。しておくといいと思います。また説明をしますが、右側のページの方でね。星番号の方もあこの辺り間違えてるんだなというのをね。確認してもいいと思います。 そこまでだいたいこれが三分の二ぐらいの方が解いたって感じです。なので今ぐらいのペースであれば問題ない。でちょっと遅れてるなって方はね、ちょっとこの知識の方が弱いか、ちょっとね問題解くのが少し遅いかとそのように考えてみてください。では説明の方を始めていきましょうか。でレジュメなんですが、ちょっとページの方四ページさっき見てください。四ページでレジュメ四ページから九ページ四から九までが ある意味基礎知識です4から9が基礎知識で基礎え章ごとに辺ごとに基礎知識を初めの方に入れてでその後に10ページから足別問題図表足別問題図表という形になっています初めの方は基礎知識足別問題図表という作りにしていますでは信託の基礎知識を説明していこうと思います4ページ信託に関する登記 この2ページについては、はじめに信託に入る場面、信託財産になる場面が載っています。ちょっと一緒にお配りしているもの、万償と,と,というのがありますので、ちょっとそちらを出してください。所有権移転及び信託とあります。よければ画面の方を見ていってください。A さんが土地を余らしています。 B さんが銀行などえ資産運用のプロ,プロです。A さんが B に対し、この土地で儲けてくれと。この土地で儲けてくれ。駐車場にするなに。場合によっては売ってもいい。だからこの土地で儲けてくれってことを頼みました。で B さん側はそれに OK を出しました。するとこれ新信託契約が成立します。するとね、この土地は B のとこに行くんだけど、 B の個人財産とは別の個人財産とは別の信託財産という枠に入ります個人財財産産ととは別の信託財産という枠に入りますじゃあこれは何を意味するかっていうとバリアなんです強制執行できないバリアを指してるんです。 信託財産に入る、入ったらね、もう A の債権者は強制執行できません。あと B の個人の債権者も強制執行できません。信託財産の枠に入ると、もはや強制執行ができなくなるんです。これって、不動産等規模に載せるべき内容ですよね。B の財産だけど、強制執行ができない。B の財産だけど、強制執行ができない。 これは工事すべきです。それが信託登記です。じゃあ、レジュメの方、登記も見ていきましょうか。一番上ね。一番で所有権保存 A。二番で所有権移転 B。そして下に信託って欄があるね。これが強制執行できないぞっていう工事なんです。信託財産だ。 強制執行できないぞっていう工事なんですではこの登記簿を作るための申請書を見てみましょうその下です目的 所有権移転及び信託。原因年月日信託。権利者義務者と書いてます。これは所有権移転の部分です。所有権移転の部分は共同申請です。所有権移転の部分は共同申請です。一方、権利者のところ上の段。信託登記申請人 B。信託登記申請人 B。 これが、信託登記の部分です。この信託登記の部分は、受託者単独申請です。信託登記の部分は、受託者単独申請です。ちょっとどぎつく説明します。この2番の、この信託って部分、この信託って部分は、作る場合も、 変える場合も、消す場合も、単独申請です。作る場合、消す場合、変える場合、すべての場面で受託者の単独申請です。新託の問題って申請によく問われますが、新託の下の部分を聞いてきたら楽勝なんですよ。下の部分を聞いてきた場合は、消す場合だろう、変える場合だろうが、何だろうが受託者単独申請なんです だから実は論点は上の方の申請になるんですよ。はい。ということでこれは、これはパッと見るとね、共同申請と単独申請、これを1枚でやっているという申請書になっています。で申請書、続き見ますと、えっと、ずっと言って添付書類、課税価額 登録免許税ここで押さえてほしいのは移転分の部分です移転分登録免許税法7条1項1号となっていて非課税になっていますで趣旨をしっかりと押さえてください移転の税率って1000分の20なんですよ高いんですよ信託を始めるのに 千分の二十じゃ高いと信託を始めやすくするために高い税率は取らない信託を始めやすくするために高い税率は取らないと信託を始めやすくするために高い税率は取らないと。 一方、信託分、信託登記の分はずっと課税です。信託の部分が非課税になることはまずありません。信託の部分はずっと課税です。はい、じゃあ、これで一つ目の信託という場面は終わりにしましょう。じゃあ、これ下の方にいきます。自己信託というものです。ちょっとこれまた番書の方を続けていきましょうか。ちょっとまた画面の方を見ててください。 ちょっとごめんんなささい、いこれ A さんに書いておきますすみません、まあ、話としましてはこの A さんというのが個人事業主でいろんな財産を持っていますで個人事業主あの怖いことは、まあ、自分の事業の失敗倒産ですで倒産などしてしまえば自分の財産が全部奪っ払われてしまいます怖いのはお子さんの学費ですお子さんの学費をどうしようかと。 A さんにはいろんな財産があるんですけど手堅いのが1個あるんですもう駐車場として出せば結構もう年利 10%20% 取れるといった手堅い財産があったんですでそれを信託しようと信託にすれば強制執行されないからただね銀行に預けると手数料取られるわけですよそこで自分がもともと駐車場を経営してんだから自分に信託したいと 自分に信託したいと自分で自分に信託する結果この財産は信託財産に入るこれが自己信託です自分で自分に信託する信託財産に入るこれが自己信託というものですでただこれ一個だけ絶対守んなきゃいけない縛りがあります 絶対受益者を他人にすること受益者を他人にすることこれが絶対の縛りなんです受益者を他人にするあのね始めは同じでもいいです始めは同じでもいいんだけど一定期間内に受益者を他人にしないといけないんですよあのー、もし受益者が自分でよかったらねあの私今日でも全部自分の財産自己財自己信託します あの使うのは自分収益受けるのは自分でも強制執行はダメと絶対全財産自己診断しますよだから絶対覚えてほしいのはねこの受益者だけは他人にしなさいってことねではなすべき東京を考えたいんだけどちょっと画面の方見ながら聞いてくれるいきますよさっきこれ上の場面では 移転が起きて枠内に入るって二つがあったでしょ。じゃあ今回は枠内に入るがあるんだけど、ここは移転じゃないんだよね。なんで自分とか動いてないでしょ。だからここは変更なんです。ここは変更なんですよ。 ということでこれ、登記簿の方を見てもらっていい登記簿の2番、自己信託1番からいくとね、1番が A、2番、信託財産となった旨の登記、これが所有権の変更です、これが所有権の変更です。そしてもう一つが、その下が信託っていうところになります。 じゃあまた考えてほしいんですが申請人です一応聞くよここは誰の申請信託っていう登記はくどいんだけど受託者単独申請だねじゃあこの変更はというか登場人物 A しかいないんだよということで申請してみてください目的 新宅財産の胸になった登記及び新宅。原因、年月日、自己新宅。申請人、受託者、A。所有権も、新宅も単独申請です。所有権の方も、新宅の方も単独申請です。両方とも単独申請です。 でずっとしたいっとてこの登録免許税ですで登録免許税ですが意識するのは信託分を4万取るのはいいとして変更分ですす課税します先ほどは非課税ですが今回は課税です高いと信託を始めなくなるだから非課税にした。 移転は税率1000分の20高いと信託始めにくいだから非課税にした変更は登録免許税は1000円ですこれは安くする必要はないだろうともともと税率が安いからこれは非課税にしていません じゃあこれぐらいににして、今度は右のページに行くんだけど、ちょっとまずね遠い目で見てほしいんだけどねこの右のページそれぞれ申請書の目的そこに信託財産の処分による信託とか信託財産現状回復による信託って書いてあって信託2文字じゃないでしょ信託2文字じゃないでしょこれはねすでに信託が始まっているその場合の特徴なんです 単に信託2文字の場合は、今回これで信託スタート。信託2文字じゃないケースは、すでにもう信託は始まっている。すでにもう信託が始まっているっていう場合は、目的は単なる信託じゃ進まなくなります。レジュメ5ページ見ております。じゃあ、5ページの上、信託財産処分による信託。これまた板書を使って説明します。 じゃあいきましょうか。A さんと B さんがいて A は A さんは B にお金を信託したんですよお金だからもう信託も始まってますでこのお金を使って B は儲けを儲けることを考えたんですが今回お金を使って k さんからある投資物件を買うことにしたんです お金を払う。土地が入ってくる土地が入ってくるとそろそろいけるかな物件変動ここの部分は移転でいいよねここは移転だねそしてここは信託でいいね移転と信託でいいね申請人を聞きましょうか移転の部分は B と c 信託の部分は B の単独申請ってことだね。ってことで、こちら申請書を見てください、あっ、登記簿からいきましょうか。登記簿の方ですが、目的、所有権移転および信託財産、処分による信託。でこのあと、権利者、義務者。権利者が B、義務者が c ろ 信託登記申請人括弧とじこれが信託登記単独申請っていうサインです信託登記申請人これは信託登記単独申請だっていうサインですはいありがとうございますでもう一つポイントは登録免許税です移転分が課税されてませんか 高いと信託が始まらないだから非課税にした高いと信託が始まらないだから非課税にした信託はもう始まってますよねお金を預けた時点でもう信託始まってます始める場面は安くするんですがもう始まっちゃってますからここは非課税にする理由がありませんもう始まっているから非課税にする必要はないと じゃあ一番最後にいきましょう信託財産原状回復による信託とよいしょでは最後です番書を最後使うかなまあ聞き流しておいてください一番最後だけわーわー言いますんで A さんが B さんにああこの土地使って儲けてくれあわ分かりました何やっていいんですかあ注駐車場とかだぞあわ分かりましたうっちゃダメだからなえ売うっちゃダメなんですかダメだ売るとかダメだからなあわ分かりました 枠に入りました。次の A。よし、これを使って儲けるぞ儲けるぞどうしようえ、買いますえ、買うんですかあ、どうぞどうぞあ、どうぞどうぞ持ってくださいはいはいはいありがとうございます次の場面。A が B に言うわけです。おい、土地はどうした土地ですか売りましたけど、それは何かそれが何かじゃないだろう売るなとあれだけ言ったじゃないかと B はオツさんあのこんにちは何ですか先日売ったものを返してほしいんですけどあな、なに。いや実はやっちゃいけないことがありましてえ二2倍出す2倍出すから返してくれいや3倍出す3倍出すから返してくれとここでオツから B に戻る場面この場面が最後の登記です ちょょっと聞きましょうかなすべき登記は移転ですか変更ですか移転でいいよねで移転の申請人は誰オスと B でいいよね移転の申請人はオスと B でいいよねじゃあ信託の登記のえ申請人はさあ B の単独申請だね移転の税金は取る取らないどっちもう取っていいよね信託とっくに始まってますよね はい。ってことで確認してみて。5ページの方しました。ってことでえ、こちら、え、権利者 B、義務者が、押して B の横に信託登記、申請に括弧とじと入っています。で、また登録免許税、移転分が金20万円となっているのを確認してやってください。 ではこれを前提に今回の足の知識を潰していきましょうでこの45押さえながらで結構です11ページの図表11ページの一番上の図表を見てください <laughs> 一番上の図表信託、えー、登記手続き一番左上信託行為による場合これが4ページの一番上4ページの一番上 自己信託の場合、4ページの下。信託財産処分による場合、これが5ページの一番上。信託財産の現状回復による場合、5ページの一番下。位置づけはよろしいでしょうかね。じゃあ、左からいきますよ。一番左、上ね。信託登記手続き。できればちょっとぐるぐる回りしといて、信託登記手続きね。 信託の方だからね所有権の方じゃないよ上見ますと申請構造単独申請受託者単独申請受託者と左の問題の9番信託登記の申請人を意識して読んでみて左の問題9番 受託者である低等賢者の単独申請ってなるわけですじゃあ右のページ戻りまして上から3段目登録免許税信託登記の登録免許税は絶対課税するかね一行飛ばすあとで言う一番下信託登記以外の登記の登録免許税 信託の方じゃない所有権の方はどうかっていうと一番左だけが非課税だね一番左だけ非課税であとは全部課税ですはいで飛ばしたとこいきましょう下から2つ目です同時申請の義務基本的に 所有権と信託は同時申請する義務があります。同時申請する義務があります。一番下、このページの一番下、中の3を見てください。所有権移転の仮登記仮登記および信託の仮登記についても、同時に一度申請情報によってしなければならない。比較してほしいのはその右側、所有権移転、仮登記と買い戻しです。買い、買い戻しの場合、 仮登記と買い戻しは同時申請の義務がないですよね。新宅の方はこれ同時申請の義務があります。買い戻しと比較して覚えてください。 じゃあ、上の表に戻りましょうか。えっと、上の表に戻りまして、えっと。飛ばした部分、下から二段目。同時申請の義務。基本はまるなんだけど。バツが二つ続いてます。実は同時申請をする義務がないのもあるんです。具体的に言うと、戻ってもらっていい。先ほどの四ページ、五ページの。 5ページの方なんです、えっとね、5ページの登記は所有権の移転と信託の登記があるんだけどね5ページの方ねレジュメ5ページねでこの5ページの右のえ5ページの方は所有権の方の登記だけやって信託は後でやってもいいんです信託は後でやってもいいんですよ所有権の登記だけ先入れて信託は後回しでもいいんです なぜかとじゃあどうしようかじゃあね信託財産処分による信託の物語を思い出してお金を預けるで預かったお金で、えっと、おつさんから収益物件を買って信託財産に入れるっていう場面だねちょっとやらせてくださいえっとここが B でこっちが誰だっけ訴えてのおつだと思ってくださいここ,はここが B でここ訴えてのおつだと思ってくださいあ今回どうも訴えて,てありがとうございます おー売りましたけど登記申請ですねはいあの登記申請なんであの申請書作りましたの、ね、でハンコお願いしますおーハンコだねおー怒ったここですお願いしますおーこの申請書ねあわかりましたえっと目的所有権移転ううん、うん信託財産処分による信託これ何ですかああいやあのこれ何でもないです何でもないですよ何ですかいや,いやいやいやこっちの都合であなたに関係ないです 騙そうとししてるでしょいやそういう話じゃないんですなちょっと悪い怖い怖いすごい怖い私は協力しないよ九本の時に来てなかったんですよ九本で来てなくて絶対同時申請にしたんですよだからこの場面ね申請しようがなかったんですよつまりこう思ってこの右のページって信託の関係ない第三者が絡んでるの 第三者が絡んでるケースは、所有権移転だけ先やって、後日新宅登記で OK。第三者が絡んでる場合は、第三者が絡んでいる場合は、所有権移転だけ先やって、新宅登記は後日やって OK。第三者がやる場合は、所有権移転だけ先やって、新宅登記は後で入れて OK です。 ちなみにこれ後でいる場合の申請人は受託者単独申請ね受託者単独申請で後で入れればいいと。皆さんが A だと思って登記簿を見てください。 A ねここで止まってたんですよこれありえる話だって分かる所有権移転と信託は同時申請の義務がないよねだから所有権移転で止まってるってことはありえるよね嬉しいですか怒りに震えますか いや普通の B ならいいですよでも俺の財産だと見せかけてる B かもしんないということでこれもし信託登記をやらなければ打つ手があるんです本来ここは B さんはここで信託登記をすべきですが信託登記をやらないという場合は打つ手がありますレジュメの方10ページの方に11ページ戻ってください 中の2です。信託の管理員である受託者が信託登記を申請しない場合は、受益者または委託者は受託者に代位して申請することができる。代わりにやっちゃうんです。代わりにやっちゃうんです。やらないなら関係者が代わりにやっちゃう。誰が誰に代意するか、線かなんか言ってみて。本来やるべき人は、 受託者ね受託者がやるべきだけどそれをやらなければ関係者残ったあふれた委託者と受益者委託者と受益者が代わりにやっちゃえばいいとよろしいでしょうかね でまだ出たことはありませんが申請書ちょっと細かい点を2つ押さえてくださいその下に申請書がありましてまず1つ目が大原因見て大原因大原因が不動産登記法99条条文番号書くんです不動産登記法99条条文番号書くんですそしてもう1つなんだけどうまくメモってね 原因がないんだ登記の原因がないんだよいきなり申請になってるんですちょっと調べてもらっていいあのね5ページの登記簿信託の欄に原因ある信託の,の,の欄だからね所有権の方じゃないよ信託の欄ね 信託の欄には原因ないでしょ信託の欄には原因がないでしょう。はい、ということでね欠かされることはないと思いたいでもここ最近マニアックな書書を書かせてますなのでもしよかったら一回練習してみてもしよかったら一回練習してみて本当に本番何書かせるか分かんないですもん。 ということでえここでほとんどおしまいですが、あと1点だけやらせてください。11ページの方戻ってください、11ページ。11ページ、真ん中あたり、中の1、自己信託についてってことです。括弧一1、申請人。一自己信託による権利の変更登記、変更登記、受託者単独申請。二信託登記、ここも受託者単独申請と。これも何度も言った通りです。 に自己信託の方式と意思表示方式と意思表示もし知識ない方解いて方式のところ自己信託は様式行為です自己信託は様式行為です虚偽を防ぐために様式行為にしています分かると思いますしやりたいだけですからあの怖いのはね うん、自己信託を使った財産隠し強制執行逃れなんですおい根本、うん、その土地は強制執行だやっべえ来ちゃった甘いな何が甘いんだよ実は昨日自己信託してますいや,いやいやどう,どういうことどういうこともしこれ口頭でいいって言ったらやってもないのに自己信託したって多分言うんですね そこで紙に残せとそこで紙に残せというふうにしたんです紙に残せとただね立法者は紙に残せね公正証書にしてほしかったんです公正証書公正証書なら絶対裏が取れますからただ公正証書って金かかるよねなので一つは 様式行為だけど公正証書に限定してないってこと。様式行為だけど公正証書に限定してないってこと。様式行為だけど公正証書に限定してない。だから上と下。上が公正証書によってなされる場合。下、公正証書等以外によってなされる場合となってますよね。この二つ。日付。 効力発生の日付でで差をつけたんですもう分かると思うんだけどやりただけです。差をつけないとまずいんです。こうなるからです。おい根本強制執行だと。やっべえ、来ちゃった。お前何もやってないんだろうな。ちょっとお腹痛い。ちょっとお腹痛い。じゃんじゃじゃーん。遅かったね。こんなふうにその場で手書きでされたら意味がないんです。右側見てください。効力発生日 公正証書でやった場合は、公正証書の作成の時に効力が生じます。この公正証書は裏がしっかり取れますからね。一方した、公正証書以外、読み上げますと、受益者となるべきものとして指定された第三者に対する確定日付証書による通知、確定日付、受益者、受益者必ず後で決めるって言覚えてます受益者必ず後で決めると。 でそこに確定日付通知を送ることにしてんすこれがあれば日付の裏取れるよねこれで日付の裏が取れるよねじゃあ今から言うから確認してこれ第三者に対する通知だよね左の問題の星左の問題の11番何が誤りだ A がまずいよね。A がまずいよね。自己信託は必ず第三者を受益者にするね。第三者を受益者にするからこれは A ではまずいんです。第三者を受益者にしないといけないからです。だからこの右のページの表も星印を第三者のと付けたのね。星印の子ね。星印を第三者につけたんですよ。第三者にやらなきゃいけないよと。11番は第三者にしてないからダメなんだと。 とといったところでちょっと重い問題が続きましたので少し軽めの問題に行きましょうか12、13ページ上の方は多分できると思いますのでそこはお任せしますで下の方に行きましょう信託登記特有の登記事項信託登記特有の登記事項1、2、3、44足です4足。用意。スタート はいそれぐらいにしましょう、えー、ものによってはも早い段階でもうサジを投げて結構ですあここはやってねえとって思ったらもう早めにサジを投げてあの解説を待ってくださいじゃあ行きましょうか右のページの方登登記記特有の登記事項になってますでね条文は登記事項なんだけど実質は「信託目録記載事項信託目録記載事項」事項と思ってください じゃあ見てみましょうか。1項。新宅登記の登記事項は59条括弧に掲げるもののほか、次の通りとする。1号から11号あります。絶対覚えなきゃいけない。1号です。1号。目録に書くこと。1号。委託者、受託者、受益者の氏名及び住名称及び住所。つまり関係当事者は、 登記簿には乗らないけど、目録には乗ります。登記簿には乗らないけど、目録には乗ります。受託者しか登記簿には乗りません。受託者しか登記簿には乗りませんが、目録には当社全員乗ります。で、ここは絶対で、次、細かいんだけど、2、3、4、5、6。ここも頑張ってって。2、3、4、5、6ね。 2号受益者の指定に関する条件または受益者を定める方法がある時はその定め右側の例生まれてくる子を受益者とする生まれてくる子を受益者とするこういう定めの仕方もありですで3号信託管理人がある時は その氏名名または名称および住所右のところ意識しておいて受益者がいない信託の場合ちょっと一言言っておこうかまだいない受益者がまだいないでね2回ぐらい言いますけど、まあ、1回聞いて実はね受益者っていうのはちゃんとやってるか受託者を見張るんです受託者を見張るんです受益者の仕事の一つが受託者の見張りなんですよ でも場合によっては受益者を生まれてくる子にする生まれてくに子にする生まれてくる子にするって場合生まれるまで見張りようがないいまだいない場合は信託管理人っていまだい,いだいない場合は存在していない場合はこれ信託管理人っていうのを置けるんですだからお仕事は見張りね お仕事は見張り受益者の代わりに見張るってことね四号です受益者代理人があるときはその氏名または名称および住所受益者代理人単語も知らない人マークしてね受益者代理人ね で、右側。受益者が不特定の場合。すんごいいっぱいいると。受益者がとんでもない人数がいてコロコロ変わると。とんでもない人数がいてコロコロ変わる場合、誰か代表者を決めるんです。だから代理人っていうのは受益の代表者ってイメージ。受益者の中の代表者ってイメージです。 で次、5号、信託を185条3項に規定する受益証券発行信託であるときはその旨、ポイントは証券って言葉です、証券。2回ぐらい言うから聞いてて、低等証券,証券を出す、証券を出せば売られやすい、低等賢者はころころ変わる。はい 抵抗権者はコロコロ変わる。実は同じでね、重益者の地位も証券化できます。重益者の地位も証券化して、証券化したらコロコロ売られます。ポイントは点々と変わる。点々と変わるってイメージね。 で6号信託を258条第1項に規定する受益者の定めのない信託である時は気をでその旨その旨定めがないこと自体が登記事項です定めがないそれ自体が登記事項ですこれでごゆっくり左の3番もう一回検証して左の3番 分かりづらいものについては一言コメントも入れています一番下米印のところにねちょっとした解説を入れました受益者の定めのない信託である時はその旨が登記事項定めがないってことを入れなきゃいけません受益者の定めがないってことを書かなきゃいけません、えー、初級講座では、ね、分かりづらい時にこう言ってます空欄にしちゃいけないよってこと空欄にしちゃいけないよと定めてないよと書きなさいと受益者を空欄にしちゃいけないよと定めてないってことを書きなさいねと で、まあ、これ、あの、右の方にも出ましたが、あの、ボランティア活動とかの、いう場合、ボランティア活動の場合でね。あの、強制執行されたくないと、強制執行されたくないだけのためにね。信託を選ぶ場合というのは、受益者を決めません。儲けるを目的にしない、儲けるを目的にしないっていう場合にやるんですね。で、七号から十一号は、出たら捨てる。七号から十一号は、出たら捨ててください。ここまでをやってたら、きれないです。 で試験的に抑えるのは2項なんですよちょっとねこれ長いんでもしよかったら線引っ張って2行目に受益者最後の1行真ん中あたりを登記することを要しない受益者を登記することを要しない。 本来委託者受託者受益者は登記事項です。でも受益者載せなくていい場合があるんです。じゃあね、考えて。二号から六号。さあ、どの場合だと思う。二項読むな、二項読むな、二項読まずに。二号、三号、四号、五号、六号みたいでしょさあ、どの場合受益者載せなくていいと思う。まあ、だいたい六号無理だっわかるよね。 受益者がいないって言ってんだから受益者がいないって言ったのが無理だと分かるよね。で次に5号ってやらせたらかわいそうって分かるコロコロ変わるでしょコロコロ変わるんだから書かせる方がかわいそうだ4号は不特定多数がいるんだよ書かせたらかわいそうだよこれ 3号いないから置いてるんでしょ3号いいいないから置いてるんでしょで2号条件,が決、ま、条件が入っていてまだ決まってないんだよね。ってことで、ね、2号のところ1行目線かなんかに言ってください1行目全校2号から6号までに掲げる2号から6号実は全部なんです号号から6号全部なんです。 じゃあ、ゆっくり見ましょうか。じゃあ、左の問題の2番。ちょっと読み上げましょう。左の問題2番。いきますよ。受益者に、受益者代理人があるときは、どういうときだっけ受益者代理人。不特定多数でいっぱいいるって場合だね。続き読むと。当該受益者の氏名または名称及び住所に加え <laughs>、無理言ってますよ無理言ってますよ無理言ってますよ受益者代理人の氏名または名称及び住所を登記しなければならない。罰ということですね。 次4番公土地について A を受益者 B を信託管理人信託管理人これはいまだ受益者が現存していないいまだ受益者が現れていないいまだ受益者が現れていない生まれてくる子供にするとかいう定め方をしていまだ現れてないケースですよね てことこで残り全部読んでみて。A の氏名または名称及び住所この A というのは受益者です受益者受益者の氏名または名称及び住所を登記することを要しない丸となります。 とといいいううことでこでれぐらいにいたしましまょうかで、えー。ちなみにこの今言ったこの部分というのは、えー、登記事項と言いましたが目録記載事項と言いました少しだけ独を言わせてください何ページでも結構です4と5どちらでも結構です4ページ5ページ見てやってください分かっている方は結構です4ページの方、えー、と2番の方で所有権移転の後に、えー、下に信託にとあって信託目録第何号と入っていますよね もともとは登記事項だったのでここにね全部今の内容を全部書くことになったんです今の内容を全部書いたらね登記簿が縦長になんですよえ見づらくなっちゃうんですそこで別データにして別データにしてデータの番号だけ別データにしてデータの番号だけ公示。 別データにしてデータの番号だけ公示すると。はいではページの方でいうと14、15。 じゃあ14ページいきましょうか7足14ページ7足ですよーいスタート はいじゃあそれぐらいにしましょうかただちょっと1時間ぐらい来ましたので少し軽く休憩してから入ってましょうかね少し毛伸びをするのになんなりしましょうか大体いい人間の集中力って1時間が限界ですよまあそれぐらいしたら少し自分でもねあの休憩した方がいいですあの本番でも私は休憩することをおすすめしてますあの1時間とかね30分とか40分ぐらいのところで軽く休憩してから入った方が集中できると思います午午後後ののの講義午後の、ね、試験っていうのは 時間との勝負かもしれませんが少し軽く休憩するからいで,できますなんで適度に休憩を切りながら学習をするようにしてくださいじゃあいきましょうか15ページの1番目のタイトル「信託目録記載事項が変更した場合いいと」とじゃあこれ誰が手続きを取るかというのが載っています原則例外が載っています今から言いますのでお答えください見て、ね、今からやろうとしてるのはね なんだっけ信託目録の内容を変えることだよね信託目録の内容を変えることだよね聞きますよここを変えようとしてのねこれねこれを変えようとしてのねじゃあ誰が申請になるこの欄を作る時変える時潰す時全部受託者単独申請だよね 表の方戻ってみてみ原則受託者による単独申請信託の欄は作るも変えるも潰すも受託者の単独申請です信託の欄は受託者の単独申請ねで出てはいませんが右側補足受益者または委託者は大統計申請することができる さっきの信託と同じでやらなければ代わりにやっちゃうやらなければ代わりにやっちゃうってことねでその下例外が3つあります例外頑張ってこれを覚えてください例外は覚えてくださいというのは原則例外があるタイプはまず例外を検討します例外を検討して例外に当たらなければ原則で切るってことなんです だから例外を覚えなければ原則で切るってできないんですよだからこの例外の3つはざっくりでいいどんな場面かざっくりでいいからこれ言えるようにしてくださいただそんな難しくないからね冒頭例外の上裁判所書記官の嘱託具体例裁判所に自宅者の解任 裁判所に信託管理人受益者代理人の選任解任の裁判があった時その下主務官庁の嘱託具体例主務官庁による受託者を解任した時信託管理人もしくは受益者代理人を選任しもしくは解任した時まずね解任って言葉でまず覚えましょうよ解任はい住宅さんにもだなおはい お前は悪の限りを尽くして信託に対する信用を落としたないやそれほどでも解任あ次分かってんな分かってます東急署行ってきますあの東急署行ってあのクビになりましたって言うに行くわけないよ行くわけないんだだから役所の方がクビにした場合役所側でやってくれるってことねお国側でクビにした場合はお国の方でやってくれる それが裁判所裁判所なのか主務官庁なのかの違いだけです。だからこの二つセットでも構いません。この二つセットでも構いません。裁判所機関主務官庁セットで構いません。でもう一個が一番下。当機関の職権当機関の職権 補足。右側ね。受託者任務終了による権利の移転または変更。登記に、受託者による登記名義の氏名または変、氏名等の変更更正の登記、上記維持の登記の申請があった場合。申請があった場合。その下。 当期間が職権で信託目録に期待されている受託者について当該信託の変更登記を行う職権でって字つまり申請があれば目録の方は勝手に変えるよと受託者の方の登記申請が来れば目録は勝手に変えてあげるよってイメージね登記の申請があれば目録の方は勝手にやってあげますよと でちょっと今回できないと思いますが受託者の変更の登記っていうのがあの次のページの、ね、話なんですまだやってませんけどね多分った聞いたことないかな次の1617たりの17ページの図表あたり多分レックの受講生等であれば見たことがあるような図かもしれませんが、あのー、ほら受託者が変わった場合1人だったら何の申請なのか2人だったら何になるかとかあの共同申請か単独申請かとかありましたよねああいう申請が来たら目録は勝手にやってあげるよってイメージね 目録の方は勝手にやってあげるよということね。ということで例外3つあと原則いってみて。例外は役所側がクビにした場合と受託者について登記申請があった場合この場合が例外でそれにならなければ受託者単独申請。左の問題まず1番検討して。 まあもろにねあのもろに「解任」ってあるからあこれは例外だなと。じゃあ2番はちゃんと公式を覚えていればあ例外に当たらないから例外に当たらないから受託者単独申請だって言えるのね。受託だがね受託ね受益じゃないよ。 となれば番号5番号はどうこれも例外に当たってないんだから例外に当たってないんだから受託者の単独申請だってなるわけです。 確率問題を多く解いていてもなかなか点が上がらないいろんな理由がありますが丸抜だけ覚えちゃってる一つの理由になると思います今みたいに原則例外を押さえていれば例外さえちゃんと抑えればあとは原則で処理できるんですぜひこのあたり、えー、丸暗記をしている方はこの右のページの図表の原則例外で覚えるようにしてくださいちなみに 雑談でですすす右のののページの方にの位置がありまま読んでいきますと例えば信託受益権信託の受益者が有する権利を上司されたことにより受益者が変更した時は移転登記や合遊登記名義によるのではなく変更登記は問題になるが当該変更登記は受託者の単独申請によるとさっきやったですね受益者が変わった場合受託者の単独申請だと。 目的、えー受,益えー、受益者変更原因年月日売買変更音事項受益者株式会社青空申請人これは受託者の単独申請住宅者の単独申請というものになっています、えー、これですが信託登記をやっている事務所ではこれは頻繁に行うものです実はねあのこれは今から言う発言に関してはお問い合わせがあっても全く答えません、えー、一これは一律そうじゃないこともありますのでそこについては何も答えしません 昔っていうか一番初めて勤めた事務所がちょっと突拍子もない事務所で一番初めやった登記が私信託なんですあの所有権移転じゃなくて信託なんですあのずっと信託ばっかやったんですよだから司法書士て信託やる仕事だと思ってましたであの同期行事だったらね名演やってるえ名演何名演何信託じゃないのとえそんな状態でしたまあそれを言っおきましょうなぜか毎回ね信託登記を入れてすぐに受益者の変更登記入れてるんです で一発目の信託登記が受益者がケイマン諸島ケイマン非課税タックスヘブンなぜかよくわからないけど毎回なんか受益者はねケイマン諸島で毎回書いてるんですよ。ですぐに連携申請ですぐに都心の某会社に受益権を譲渡するんです。 初めは、ね、もういや一発目は、ね、税金安くするためにケイマン諸島入れてすぐに受益券譲渡これ実際、多い案件だからこの、ね、受益券譲渡って過去問でも多く出てるんですよ。はい、で、本当あったらこの後十16、18と説明をしたいところなんですがちょっとね、今日これやるときりがないのでちょっと、ね、今日絶対やりたいことがあったのでそこを最後にやって終わりにしようと思います。22 23 えっと23ページの方に、セキュリティトラストとあります、今年いよいよ足レベルで出ました、足レベルで出ました、しかも今年は、これ、生後に全く関係ないところに置きました、つまり、勉強しなさいっていうサインです。なので、ここはこれから説明しようと思います、大丈夫です、解けないのは分かってますから、だからこういったものに関しては、先に説明します。 で説明した後ご自身であとで解いてくださいという感じのスタンスを取っていきますじゃあ説明の方していきましょうかセキュリティトラスト一体これは何なのかとっていうとこれ上の方の絵ですがちょっと画面のほうに出しますとねちょっと見てもらっていい債権持つ人と抵当持つ人を分けたいんです セキュリティ・トラスト、ラスこれは債権を持つ人と担保権を持つ人を分けたいんですちょっとへりきついよ抵当権には不純性があります債権なければ抵当なし債権なければ抵当なしこの例外なんですよ右の方は債権を持ってないのに抵当を持つという例外的な話になってるんですでなんでこんなことをしたいかあのこれ後で文章を場所示すから聞くだけでいいよ このね ABCDE っていうのがとんでもなくお金を貸している有志団信ジゲート団とか言うんですけどとんでもなくお金を貸している多額のお金を貸している人だと思ってください。でね彼らが抵当を持った場合彼らがね抵当を持った場合怖い点が2つあるんです。1つは裏切って誰かが実行する裏切って誰かが実行する。 もう一つは合併などがあって移転登記が必要になる場合合併相続っていう時に移転登記が必要になっちゃうんですよこういうことを恐れてとんでもなくお金を貸す場合は債権を持つ会社と定当を持つ会社で分けちゃうんですこう分けちゃえば裏切りは起きないよねまあオツが裏切ったらやめなさいそれは <laughs> ABC の中で裏切りは起きないよね あと ABC で合併があっても定答移転登記いらないよねちょっと今の感覚でちょっと長いんですが文章を読んでもらっていいえっとねページの方連絡,ページ連絡ページ入れといて8ページ連絡ページ8ページと8ページと入れてもらって8ページ真ん中あたりセキュリティトラストとは8ページ真ん中あたりねセキュリティトラストトはとって書いてある文章があるのでちょっと長いんですが読んでみてください 八ページ左側の下の方ね。 8ページの下の方を見てみます。ということでねあの債権持つ人と抵当持つ人を分けたいこれがセキュリティトラストというものですでこれを信託で実現しますでやめてほしいのはなんで信託で実現できるのかそれはストップそこはストップですそこに入ると帰ってこれませんなのでそれは諦めてもらってやりたいことは債権持つ人と抵当持つ人を分けたいっことね。 じゃ、その分ける方法が二つあります。二十三ページ戻ってください。二十三ページ、えっとね、上と下があって、先に下の絵を。先に下の絵を見てください。下の絵ね。セキュリティトラストを作る方法に、二段階設定方式。絵を見ていきますと。 A が B にお金を貸し、抵当を刺しました。今、債権持つのは A だし、抵当を持つのも A です。で、この A が、右の C、右の C と信託契約をして、抵当だけ飛ばしたんです。抵当権だけ飛ばしたんです。抵当権だけ飛ばすことができます。 抵答だ,だけ飛ばすすると右のような絵になります債権を持つのは A 抵答を持つのは C になりますこれで債権を持つ人と抵答を持つ人が別々になりますちょっと書いてみて委託者受託者受益者が誰になるか書いてみて A, A とかね ABC にね書いてみて誰が委託者で誰が受託者で誰が受益者か 委託者受託者受益者。はい、いきますよ。委託者は A.。委託者は A.。受託者が C.。受託者が C.。受益者は、B。 A です配当は来るよね A に配当が来るよね配当がるのは A だから受益者は A ねじゃあね申請書見ていきましょうあ、当規模見ていきます当規模 1> 1番低等,等権者 A 付記1号一番低等権移転年月日信託年月日信託で低等だけ飛ばしたんです今からちょっと問題見てもらうんだけど左の問題の2番を見てこれがセキュリティトラ,かトラストかどうかを判断してください左の問題2番ですどうぞ。 左の問題2番ねセキュリティトラストがどうかトラストがどうかいけましたこれセキュリティトラストではありませんこれ債券飛ばしてるでしょ 債権飛ばして抵当まで飛ばしてるからセキュリティトラストじゃないんですよだから原因何でか言います原因原因は年月日債権上と信託年月日債権上と信託なんですね債権まで飛ばしたら違うからね抵当だけ飛ばすって言ったでしょ債権まで飛ばしちゃいけないよ じゃあ、ね、このページ一番23ページの一番上に行きましょうもう一個の方法です絵を見ていくと ABCDE がお金を貸し付けるでその時に低等権者になるのが右上の「おつかぶ」今回は債務者まあ多分設定者なんだけどね債務者設定者の「公」と「おつかぶで」で いきなりこれ低答設定契約するそしてそこで信託契約を交わすだから低答を持つのはオツでいいよね低答を持つのはオツでいいよね右の絵を見てお金を貸したのは ABCD 低答を持つのはオツセキュリティトラストができておりますじゃあ書いてみて委託者受託者受益者どうぞ いきますよ。委託者はこう委託者はこう受託者は落つ受託者は落つ受益者は ABCDE 受益者は ABCDE と。はい、じゃあ登記簿見ていきますと。 1>, えと1番低等権設定年月日金銭消費対策年月日信託と書きます年月日信託でこれ年月日金銭消費対策ってありますこれ債券が1本だったらこれで結構です年月日金銭消費対策1本だったらこれで構いません左の問題の3番検討してみて左の問題の3番検討してみて 日本だった場合は、あ、えー、いで書き分けると、あ、いで書き分けるという基本知識、それが分かればいけると思います。だから書き方は末尾が年月日金銭、消費者塾、年月日信託って書くとことね、設定じゃなくて信託って書くことを意識しておいて。では、最後になりますがねあの、目の健康のために読ませません、あの後でゆっくりね、左側の4番の問題を、ね、検討してください、誰も読みたくないような文章です。 で卓越問題を見た時に、ね、出したときに大体これ出すとね「いやちょっと私こういうのダメなんです」というふうになるのでえまずこれ中身を説明しましょうこれ右側のページの、ね、一番下なんですよ。研究ちょっと読んでみて。 まあ結局難しく言ってますけどあの2段階設定方式でやった場合追加設定も2段階設定方式にしろと直接設定だったら追加設定も直接設定にしろとなんでかってちゃんぽんにすると委託者受益者受託者が違うんだよ委託者受託者受益者が違うから混ぜるなと混ぜちゃいけないってことだね委託者受託者受益者が違うから混ぜるなってことなのね 本当に新宅の問題ここ最近とんでもななくく難しくなってますぜひ、えー、去年出た今年出たセキュリティラストこのレベルまではやっておいてください講義自体はほとんどおしまいです最後に1つ2つ言って終わりにしましょうかレジュメの方ですが戻ってやってください、えー、と2ページ3ページの方お願いしますこれ2ページ3ページでおしまいです えっと3ページの方ですが一番上。過去問や透例問題を復習時に解く必要がありますかと年内のインプットとアウトプットはこの一冊で十分です。これとは別に年内は過去問を解いたり透例問題を解いたりする必要はありません。むしろ新しい問題を解くのであれば本教材を何度も繰り返して瞬発的に出るようにしてください。年明けになったら本教材の適切ともに透例問題を解いて発展的な知識をつけていきましょうと。 あれやったほうがいいこれやったほうがいい気持ちはわかりますでも後でも言うんだけど核を作るのが年内の目標です核を作ることだからこの問題をとにかく繰り返してここに出てきたものはすぐに答えられるこの状態を作り上げてください真ん中あたりこれ初めてこの講座をやったときに人から言われたんです 先生俺この講座に没頭するから去年使ったブレイクスルーぶん投げたというのはこのテキストっていうのは基本的に今まであるテキストの中から論点だけを抜き取って構成してますだから例えば今まで見た中で委託者の定義とか受託者の定義とか受益者の定義って載ってなかったと思うんですそういった試験には出ない そういった基本的なところっていうのは分かんなかったら戻れるように分かんなかったら戻れるように今までのものは必ず残してください。読む読むまないベストシェーズ必ず残してくださいで次この教材の量で大丈夫ですかと、えー、例えばあの民法であれば二分冊しかありません。 で2分冊で片方が問題で片方が図表だから実質まあ半分のページなんですねじゃあそれで足りるのかとじゃまずちょっとね左のページ見てください左のページの真ん中に図表があります上が午前の部 基準点が載っていて、WA ランクの問題、A ランク、B、C、D ランクがどれだけあったか載っています。どんだけ取れば受かるかってことです。例えば二十九年でいうと、WA と A を全部取って B を取れば基準点プラス上乗せいけます。二十八年も同じように WA と A を取って B を半分でも取れば上乗せ点がちゃんと取れます。 午後の部も年によっては WA と A だけでい,きいける場合もありますし WA と A と B の半分でいけるんです一番下の太字を見てください難しいいいいこととをやればいいというわけじゃありません出てくるもの難しい問題にもありますが結局解けなきゃいけないレベルの問題は WA と A そして B が半分いければいいんです じゃあそのダブル A と A そして B が半分何をやればいけるのかと右のページの一,一番下の表を見てください一番左側の方ですが「タクインスターゲットの教材」とく,くってますここに載せたものは何かっていうと典型過去問あと難解な過去問を入れてますそして当連で復習度が高い密室問題を全部入れてます ここまでやればそのの下、AA、とと大部分は占めると思うんですです。ここまでやってれば B ランクだって半分程度はいけると思うんですもちろんこれだけでもいいと思うんでです。でも目標値をじめからこうしてしまうと人間って8割ぐらいしかできませんだからできるだけ右の方もやっておくべきだと思うんですじゃあそれ以上のことは何をやったら手に入るか 一番右見てインプットテキストを読み込む細かい過去問もう一回しか出ないんじゃないかなと,というような過去問とか当連問題をどんどんんしていく多分これが残った WAWA や B の残り半分を解くために必要だと思うんです。同じことを繰り返ささせてくださいテキストがあって論点だけ抜き取ってます。 だから本本当にに基本知識についてて入ってませんでその基本知識のところがもし問われた場合っていうのはやっぱり怖いところはありますなので皆さんにお勧めしたい勉強のスケジュールそれが一番下です12月末まで年内まではもうターゲットのテキストだけ繰り返してくださいここで核となる知識を作るんです核となる知識を作るんです でその後12月の末から1月のからね、当連に合わせて、真ん中の方ね、インプット教材を読んでいく、インプット教材を読んでいく、そしてターゲットの教材もまた引き続きやっていく、でこの時もうインプット教材の読み込みのレベルは変わる、もう読んでる時に、あこれやってからいい、やってからいい、あ,っっいいあ何も降ってない、ああそう、いた、いた、君いた、君いた、君いた、いたいや半年ぶり、おい、あ分かってる、分かってる、分かってる。 ああはい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 、はい、いや、分かってる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 。多分こんな感じで今までざーっと読んでいるものの濃淡が思いっきりつきます。ここは大丈夫。ここはしっかりというふうに変わってきます。で、一番右。3月末以降。インプット教材に読み込み、ターゲット、そして一通り1回ないし2回で構いません。過去問を解きましょう。多分ターゲットの問題を繰り返しやっていれば、 もう引っ掛けに引っかかるか本当にしよう抹説の過去問しか間違えませんやりたい学習っていうのは角を作ってガチガチにしてガチガチにしてそれから後からねペタ,ッペタ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 ッと大きくしていくってことなんです角を作ってから大きくしていくって作業なんです 大体言われるのが、初めの夏の時期にはね、分厚いテキストを買ってきて、よし、頑張るぞやってるぞと、やってるやってるやってる終わんね終わんね終わんね,わんね !4 月、先生このページから何ページだけやればいい何ページだけやればいい教えて教えてとでっかくやっておいてできないから絞っていくと。そんなことを毎年やってませんかだったらむしろ逆にしましょうよ。 逆でまずはガチガチにコアになるところそこをしっかり固めていってそこから広げていきましょうそれをやりたいのがこの卓井サーゲットですぜひ、えー、ご検討の方お願いいたします長くやってごめんなさいここまでにしましょう、えー、本日の、えー、ガイダンスの方は以上ですご清聴ありがとうございました